たっぷりしましたけども、そうなんです、それでも1点でしたからね、得点圏打率は3割6分4厘、もちろんもう打たせまいと思ってそこに投げてるんですけどね、はい、ピッチャーは、まああいったところですよね、そうですね、覚えないといけないんですけどね、ここは 見極めます、フルカウントから、はい、もう自動的にオートマチックスタートしますから、で何を選択するか、レフトへ高々と上がる、レフト見送った、第5号スリーランホームラン、その嫌な感じのするかもしれないというインコースのにやや寄った高めのボールでしたね、でしたね、6対0、うまいこと回りましたよね、今来るとね、見事なビシエドの4月2日スワローズ石川から打って以来のホームラン、まあ、打った瞬間にというような感じの打球の角度でした、いやパワーありますからね、まあ、その詰まりながらも今うまいなと思ったのは、インハイだっただけにですね、そう若干その肘を畳んでくるっと回るというような回転ですよね、それがうまくできましたよね、あれでも思いっきり外から